エアフィルターの取り付け方について説明します。エアフィルターには表と裏があります。向きを間違えますと清掃運転が正常に行われず故障の原因となりますのでご注意ください。上下の向きはありません。エアフィルターの両側を持ちフィルター挿入口の溝に沿ってしっかりと奥まで差し込みます。左側のエアフィルターも同じ手順で取り付けます。エアフィルターを取り付けないで運転すると故障の原因となりますのでご注意ください。ダストボックスの取り付けについて説明します。ダストボックスは左右に突起がある方向を上にして持ちます。ダストボックスをセットしたら左右のストッパーをどちらもカチッと音がするまでスライドさせます。左側のダストボックスも同じ手順で取り付けます。左右のダストボックスの取り付けができましたら側面から見てダストボックスがはみ出ていないか確認してください。パネルを閉じる前に電源プラグをコンセントに差し込みます。電源プラグをコンセントに差し込むとタイマーランプが点滅を始め上下のフラップが全開してから閉まります。前面パネルが開いた状態の時はタイマーランプの点滅が継続します。前面パネルを左右揃えて押した後、中央部を軽く押さえてパネルを閉じます。パネルを閉めるとフィルターの位置調整を行います。正常に位置調整が終わると、点灯しているフィルター清掃ランプが消灯します。タイマーランプが点滅する場合は、前面パネルが正しく取り付けられていません。再度正しく取り付けられているか確認してください。フィルター清掃ランプが点滅する場合は、エアフィルター、ダストボックスが正しく取り付けられていません。再度正しく取り付けられているか確認してください。